とにかく東日本大震災の記事が載っている図書を、まあ、漏れることなく集めるということにまず最初から取り組んでおりました雑誌記事からキーワードで探したりあとは書店等のサイトで東日本大震災やあのあと原発事故とか特有のそのキーワードを使って検索をして大体 年に、まあ、時間があれば回数多くやればいいんですけれどもなかなか通常の仕事と一緒にやるっていうのは難しいのでこうある程度の期間を数ヶ月に1回程度で集中的に資料を集めるような作業をしておりました。 通常も図書の選定を担当しておりますがやはりそちらの方はコンスタントに毎月選定を行っていかないといけないので合間と言ったらちょっと言い方が悪いかもしれませんけれども1回の選定が終わった後に震災の方を少しずつ探していくようなストックしていくようなそういう作業をしておりました。うん まあ、担当になってから4年以上経つんですけれどもやはりこうニュース報道などで見るその震災復興というのとやっぱり実際その自治体が出しているようなあの小さいコミュニティで出しているようなその復興の内容とやっぱり少しずれがあるような感じはしました。まあ、今こののコロナの状況があって でちょっと震災というのが少しこう一般的には薄れつつあるような気がするんですけれども実際震災で避難されている方などはまだまだ元の生活に戻れていないということがあってまだこの震災からの復興っていうのはその周りが言ってるほど進んでいないんだっていうのをこう感じることが多いかなと思います。 担当するまでは、やはり、どこがこう、遠い場所というか、被害に遭ったところが、なんて言うんでしょうね。なんとなく感覚的には、どこか遠い場所で起こったような、そういう感覚があったんですけれども、あの、資料収集することを担当してからは、もっと身近な形で、感じておりますし、やはり、新聞や雑誌などで、こう、 東日本大震災っていうような言葉を見かけると今までは割とこうスルーすることがあってもふっとこう目がいくようなそういう感じにはなりましたままず出版数が減ってきてきおります大体いい震災から5年ぐらいまではとにかくいろんなあの資料が出版されていて、まあ、先ほど あの漏れなくっていう言葉を使ったんですけれども予算の関係もあってなかなかその全てを購入して揃えるっていうことは難しかったんですが今はそれの半分くらいの量になっていると思いますまあ担当した時は震災からまあ45年経ってはいたんですけれどもまだまだその震災当時の状況というのが、えー、出版されていたと思いますただここ数年 去年おととしぐらいからはそこからどう復興するかとかあと復興した今ここまで復興しましたというようなそういう途中経過とかあと結果というかそういうものが資料は多くなってきたように思います。内容についてなるべく事実を伝えるような何て言うんでしょう 書き手のその思いというか、あの、あまりにもこう感情移入してしまったような内容のものもあるので、そういうものではなくて、なるべくフラットなものを収集するようにしております。あまり著者の思い入れが強くないものを集めるようにしております。また、予算も限られておりますので、その中でいろいろやりくりをしながらアーカイブしております。 やはりあのせっかくここまで収集してきたというのもありますのでぜひ続けていってほしいという思いはあります。あと、まあ、当然学生は毎年入れ替わってくるわけですけれども震災を知らない学生たちにもあの過去にこういうことがあったんだというのをぜひ伝えてもらいたいなというふうに思います。それが まあ定期的なその展示なのか、それとも何か講演するようなイベントなのかは、その時によっては変わると思うんですけれども、必ず災害っていうのは、 大ききいいかかか小さいかの差ははあるるにしても必ずどこかでは起きるというふうに思っておりますのでその過去の経験というのがその時にどう生かされるのかやはり情報として持っておくというのはすごく大事なことではないかと思いますのでそれをぜひ次の方々には伝えていってもらいたいなというふうに思っています。